新刊。何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家日記 <coughs>。今日のテーマは、なぜデビューした作家の9割が消えるのか問題。今日はマシュマロに寄せられた質問です。えー、鈴木先生、こんにちは。はい、こんにちは。えー 今日、ラジオの作家の再生って結構大変なんですよ問題を拝聴しましたお。どうもどうもありがとう。そこで軽く触れられていたお、プロ作家のリトライが難しい理由が知りたいです。<laughs> はいはいはい、うん。また、鈴木先生はよく後輩の作家さんの相談に乗ったりされているのでしょうか ええー。プロサッカーのリトライが難しいっていうよりは、まあ、あそうだね。プロサッカーのリトライが難しいっていう。ええー、そうだね。まあ、あのー、先に言っておくとお、これテーマでデビューした作家の9割が消えるっていう話をしてるけれど、 その、本性だともうちょっと生存率、生存率は高いです。だいたい、まあ5割から6割ぐらいは生き残るかな。うん。だいたい9割方消えるのっていうのは、あ金賞だとか、奨励賞だとか、あ優秀賞だとか、あ拾い上げデビューだとか。まあ、 本性以外の性ね、えー。で、そこで、えー、生き残るう9割方が消える。2作目出せずに消える。うデビュー作を出せずに消えるっていう、だいたいそのぐらいの感じです。んで、まあ、ああの、うちの講座の場合だともうちょっと生存率高いです。消えるのは7割ぐらいですね。えっ、ー、と、うん こう、あらかじめこういう風だよってことを知っておくと、まあ、生き残っていける。えー、と、まあ代表的なのってのは水木ひろみさんがそうだし、ええー、大空なつ,なつきさんも金賞を、金賞でデビューしてるけれども、おお世界一クラブがあガンガン売れてるよね。ええー、 という,う、まあ、そういうこと結構あるので、えー、結構あるんじゃないな。そういうところが目立つので、えー、9割方消えると言っても1割は生き残る。まあ、そういうこと。ううなんだけどね。んんで、なぜこういうふうに、こういうことが起こるのかっていう。えー、まずね、あのー、リトレンがなんで難しいかっていうと、 新人賞の受賞だけで燃え尽きるんだよ。えー、こう、新人賞を受賞するのが夢ですっていう言ってる人は、もう、その段階で、その、新人賞って通過点だと思ってないからさ、えー。新人賞を受賞するのが夢ですっていう風だと、もう夢が叶うと、もうそこで燃え尽きてしまって、もう書けなくなるんだよね。 ええー、どういう作家になるか、どういう作品を書きたいかっていうイメージをしておくと、まあ、それは違ってくるんだろうけどね、っていうことはあります。ええー、うん、まあ、あの、やっぱね、その、なんでデビューした作家の9割が、9割が、9割方消えてしまうか、2作目を出せずに消えてしまうかというと、 ほぼ100%作家の側の問題です、えー。ここまで厳しい業界だっていうことを、デビューする前散々聞かされてみても、その、いざデビューしてみると、改めて知るっていう、うん、ことはあります。ええー、一まあ、よくある話なんだけど、 えー、こう最初の一作がなかなかこう,う売れ行きが悪くてそれでなかなか相手にし,もしてもらえないんじゃないかっていう人って結構いらっしゃいます。う、えー、んまあこうぶっちゃけた話そういう人って想像力足らないよね。 っていうかまあ、そもそも書店に行ったことないんじゃないか君はっていうことは思うよねその、えー、プロの小説家というのは、えー、アマチュアと決定的に違うのは読者があってこそプロの小説家読者が買ってくれてこそ初めてプロの小説家なんですよで売ることを考えてないよね 書店に一歩足を踏み入れてみれば、どのぐらいの数の本が並んでいるか。で、自分が、自分のデビュー作はその中の一作でしかないよね。んで、もう、そのデビュー作の数字が悪かったって言ってる時点で手遅れだよ。<laughs> あの、新人作家の名前のき 名前を聞いたことのないような作家が、名前を聞いたことのないような小説の、そのまた本性でもなくて、なんか奨励書とかなんとかそんなような賞をもらったよっていう程度のことでは、作品の売り上げが悪いのは当たり前だよね。ん <laughs> で、そういう時に出版社のせいにする人っていっぱいいるんだけど、その、 売れた時にその出版社ってスポットライトを浴びないから、編集者もスポットライトを浴びない。売れた時にスポットライトを浴びるのは作家の側なので、それはどういうことかというと、売れなかったら全て作家のせいだという、そういうことの裏返しでもある。個人でできることっていうのは知れているけれど、じゃあ何もしなくていいということではないよね。受賞したら自動的に売れるよ。 って思ってる人はとても多いんだけどそうじゃないからねだからまずそのデビューが決まったよっていう風だったらとのとりあえずまあせめて200冊か300冊ぐらい買っといてでまずさ自分の読者を作ることから始めなきゃいけないのでねええー、うん常にカバンの中に入れておく、えー カバンの中に名刺と一緒に入れておく。んで、ええー、あと、うん、印税天引きで買った本は、うん、その、ご近所だとか、ああ、それからあと、自分、親戚、自分の、お、親御さんがいらっしゃるんだったら、自分の親御さんに、えー、結婚してるんだったら、自分の、その、配偶者の実家、などなどにこう、 もう、配って回って、こういう仕事を始めたので、まあ、これからもよろしくお願いします。まずそこから始める。それから、あと、おうん、地元の図書館に行って、きに寄贈する。あと、おうん、地元の、おうん、こおう、うん、新聞社だとか、あの、市町村の記者クラブに行って、記者クラブに、その、 アポイントメントを取って、いや、実はこれこれ、こういう出版社が、これこういう、こういう本が出ましたっていうふうにアポイントメントを取って、えー、記事にしてもらう。うん。えー、そのための、そのも、もちろん、プレスリリースだとかってのはもちろん作らなきゃいけないしさ。まあ、そういうのもやる。えー、そういうこと大事です。で、まあ、ツイッターだとか、フェイスブックだとか、もう、あることはあるんだけど、 えー、ジャンルによっては全くその関係しないことって結構あるのでねん。それ何をするかというと、まずあなたの読者を作ることから始めないとっていうことです。んで、これ、こうやっていろんなところを配ってまると、何浮かれてるんだよっていう人って必ずいる。僕も言われた。うんと、うん。 僕は新作が出るたんびに、新しい作品が出るたんびに、新刊が出るたんびに、その名刺を作り直してます。何月何日、えー、どこどこからあのデビューしまあどこ、デビューしない。何,何日な、何月何日、どこどこからこれこれこういう本が新刊で発売しますっていうのを名刺にすり込んで、えー、で、まあ、人と会うときには、 っていうかできるだけあったらそ,ういう、うん、そちらとこう,こういう形で名刺をお渡ししていやこういうふう出ましたからっていうふうにあの知っていただく。うん、で名刺を交換した相手には新人の頃はね、えー、名刺交換した相手には必ず自分の作品を郵便郵便っていうかまあ,あクリックポストだね今だったらね。ねこう 一筆添えてね、サインを添えると相手が嫌がる場合もあるので、えー、出版社だとか編集者だとか同業者と名刺交換したらそちらに、あ、はい、よろしくお願いしますっていうふうに送るっていうことをやっていました。ねえ、もう、おまあやっていましたってか、やっていましたね。そうやって常に自分の新しい読者っていうのを作るようにしていかないと、 おまあ、難しいです。で、そうやって、えー、配ったうちのお1%は高いな。そんなに多くないです。えー、そうやることによって、えー、まあ、読者が一人二人と、おお読んでくれるということです。えっ、ー、と、こう、ネットフリックス、ういや、その、 アマゾンプライムが月500円なり900円なりで1ヶ月どれだけ見ても見放題っていうそういう時代に1冊1500円の単行本っていうのはものすごく高い高くて敷居の高いお値段も高くて敷居の高い娯楽ですだからそこら辺の自覚を持ってやっていかないとそのこう まず本を読んでいただくという、まずそこの資金がまず高い。そしてそこからさらに、お金を払って次の作品を読んでくれる。いい大事なのは、デビューしたことが大事なんじゃなくて、次の作品にどうつなげていくかというのが大事。えー、こう、うん、あなたにとって、 えー、最も大切なのは、デビューした新人にとって最も大切なのは、デビューした次の作品が最高傑作なので、えー、今書いて、書き上げて、渡した次の作品が最高傑作。で、デビュー作というのは、デビューして本になった作品というのは、その次の作品につなげるための、あくまでもそのためのサンプルでしかない。 ということです。それは何十年やっていても同じ。うん。です。ね何年経っても、何年経っても次の作品が最高傑作なので、そこら辺はやっぱ間違えるときついっすよ。んで、ええー、なぜ、その、新人を受賞した、デビューした作家の9割が消えるのかっていう、まあ、いくつか理由があるんだけど、 まあいくつかある中でレスポンスが悪いって思う人って結構います。えー、出版社の編集者のレスポンスが遅い、えー、プロットを送っても返事は2ヶ月3ヶ月送ってこない。えー、う返事はあ届いたという返事もない。うん、原稿を書き上げてもうんともすんとも。半年ぐらい。うんともすんとも言ってこない。えー、っていうことって。 結構あります。んで、あの、もっとこまめに、その相談に乗ってくれと思ってしまうケースってとてもあります。だけれども、出版社の編集者というのは、あなたの友達でも相談相手でもなくて、ビジネスパートナーだから。えー、で、ビジネスパートナーで、こう、 相手の、その編集者にとって、あなたはどんなポジションにあるのかって、そのぐらいの想像力をはかす、あの、考えましょう。あなたの周りに新人賞を受賞したあ作家っていないと思う。だけど、だからそういうふうに、だからこう自分は、受賞した瞬間に自分は巨匠になったと勘違いをしがちだけれども、だけれども、う出版社、編集者の側にしてみれば、 新人賞の受賞作家なんか毎年出てる。本賞の受賞作家でさえ毎年出ているのに、その本賞さえ取れない,い,い作家ってどういう扱いなのかちょっと考えればわかるよね。で、編集者本人も、まあ、連れで、あの、 何十人かの担当作家を抱えてます。その中には、ただコンタクトを取っただけ、ただ名刺交換をしただけ、えー、それから力を入れて、その屋台骨を支えないあの、一つの、お部署の屋台骨を支える作家、えー、っと、こう、一握りの、いや、一つまみの売れている作家が、 うん、その後の何百という作家を支えてっていうそういう構図になっています。出版社というのはそういう,う,う構造になっています。んんでただただ取っただけまあ別にそこまでケアしなくてもいいよねって別に売れてるわけじゃないし、えー、まあ来たら三岡というような作家もいればあ 力を入れて、入れなきゃいけないっていうふうに、自分で思う作家もいれば、上司から言われて、えー、力を入れなきゃいけない作家というのもある。んで、そこで、えー、あなたはどんなポジションにいるかというと、まあ、別にそんなに気合い入れなくていいよねっていう、そういうポジションにある。そこらはよく踏まえておこう。もう、もう、 新人賞のじを受賞したてあ作家っていうのは、吐いて捨てるほどいるんだ、この世界って。そこをまずせあそこに思いを至らない人って普通にいます。で、えー、だから、こう、まあそんなに気合い入れなくても、要はそ、その、編その、担当の編集者にとって、あの、うん。 新人賞を受賞したばっかりで、べ、べ、大して売れもしなかった作家の作、プロットって、作家の優先順位って極めて低いので、そこら辺で、えー、後回しになというのは当たり前です。うん、あの、担当の編集者というのは重要なビジネスパートナーだけれども、 あなたにとって重要なのであって担当者にとってあなたが重要なわけではないということはそこは忘れないようにということですでまあおまけでちょこっと話をするとプロットが取らないから現物勝負って僕はよく言いますプロットを送ったんだけどもなかなかプロットが通らない、えー、じゃあ現物勝負にしようよ っていう、とにかく書き上げておくれよっていう話を、まあ僕は必ずするようにはしてるんだけど、だいたいそこでつまずくかな。で、そこでできない理由を並べる人って、これ結構いるんだよ。いるいる。<laughs> 結構いるんだよ。こう、そう。まあそこまで深い話をしてもっていうことで、まあ、 あんましそこまで突っ込んだ話はしないんだけど、あの、うん、いきなり現物を送られてもこっちもなかなか忙しいしとかって言って迷惑がある編集者もいる。で、いや、いきなり現物を送られても困るよっていうことは、つまりさ、現物に企画書を添えて、 最初の一枚を読めば売れる、売りたい本かどうかを分かるようにしておく、しておけばいいじゃんっていうことだよね。こう原稿を読んでもらう工夫をするっていう。つまり、この作品っていうのは売るポイントがないで、ここがすごく魅力で、んで、こういう読者にアピールできますよっていう。で ええー、っていうことを、うん、最初の一枚にペラッとしたところにまず書く工夫って必要だよね。で、もう一つ重要なことは、その、あなたが作ったプロットの企画書って本当にあなたが書きたいものなのかだよね。それって伝わるから。 言われたからしょうがないから企画書書くよ、次の作品書こうよっていう風だったら、それ誰も心は動かないからね。その、すごく大切なことなんだけれども、小説で、小説というのは情報を売るのではなくて感動を売るものなので、あなた自身があの書いて書いて書きたくて書きたくてたまらない作品じゃないもの、 書きたくて書きたくて、そして読ませたくて読めさくて、読ませたくて、そして自分が読者の立場として、この作品が読みたくてしょうがないよねっていう作品なのかどうかっていう、そうじゃなければ、それは、まず企画書の段階で読まないよね。まあ、あとは、あの、読みたくなるようなそういう企画も立てなきゃいかんけど、まずやっぱそういうのって大事です。その、綺麗事のような、 ことを言うようだけど、こう、切りと以外と大事です。んで、まあ、こういう話って、印税稼いで30年で、えー、よくした、内容をぶるけどね、まあいいや。あの、うーん、で、やっぱりね、えー、こう、 あのやっぱりね情熱大事です小説を書くことと読むことに対する情熱ってすごく大事、えー、その情熱が他にすることがなくてこれしか取り柄がないよねっていうそういうすがりつくような情熱でも OK です理由は何でもいいただし読むことと書くこと小説を読んで感動したよね ええー、まあ、小説を読んで感動することはそうなんだけれど、やっぱり何か感動することって大事。そして、その感動を人に伝えるための、まあ、努力はすることは重要です、えー。たくさん読んで、たくさん書いて、たくさん落ちる。そして、えー、えーいい、いい小説、いいドラマ。そして、苦しい体験、悲しい体験、辛い体験。もう、おー 地面を叩いて涙し、天を仰いでこう、嘆き悲しむような体験があって初めていい作品をかけるので、ねえそこの根本のところをまず思い出そうよ。新人賞を受賞したりデビューするのが夢なんじゃない。えー あなたはどんな作品を書きたいのかどんな作家になりたいのかその目標をちゃんと作ろうやっていうことが大事です。夢は叶った時にもう全て人間力を尽きるのであの高いところに目標を持つって重要です。んで鈴木先生はよく後輩の作家さんの相談に乗ったりされているんでしょうかっていうことなんだけど。 まあ、相談されることもある。<laughs> 僕は本当にその、そう、佐藤聖南くんの、その YouTube を見てつくづくさ、いや、聖南くんってやっぱりさ、あれは人柄だよね。こう、うん、やっぱりさ、ああいう親しみやすくて、しかも、おお もうもう学べる、しかも頭の回転のはい、が早くて、コミュニケーション能力が高くて、ええー、そういう人では、僕ではないので、僕はそういう人ではないので、相談はされることもあるけど、あんなにあの、ガンガン相談はされないよ。 で、なんかの表紙で、うん、先生、こう、鈴木さん、こんなの、こういう話どうすかねいや、なかなかうまくいかないんですけどって相談されることはある。で、そういう時に、あ、も、ま、う、あ、こうやれば次の本出せるよっていうふうに、あの、さっきえ、今話したみたいな話をすると、大抵凍りつくか、え、そんなことまでしなきゃいけないんですかとか <laughs>、まあ、うん ええー、そんな反応が返ってきて二度と相談されないって大体普通だよね。<laughs> あの、冷酷なようだけれども、この仕事というのは生まれつきの才能。ええー、才能というのはタレントとギフ,ギフトって分かれるんだけど、ええー、と、修練して身についたタレントではなくて、 持って生まれたギフト、ねえ。これにがすごく大きく左右されます。それからと、運ね。なんだかんだ言っても、運の占める割合とても大きいです、ねえ。持って生まれた才能と運の占める割合がとても大きい。努力の入慮口ってそんなに多くない。 えー、あとそれからこの仕事は努力あの結果が全てなので頑張ったらいいでしょうなんていうことは関係ない努力に数字はついてないのででそこを踏まえた上でじゃあそういう世界なのでそれを踏まえた上で、えー、じゃあその中で自分はどうやってやっていこうか。 っていうことを考えることって大事です。まあ、こういうシビアな話をすると、凍りつくし、こういうシビアな話をすると、大抵、あの、低評価がいくつもつくんだよな。まあ、いいけど。<laughs> あの、まあ、耳に心地いい話をばっかり聞いててもしょうがないからね。 <laughs> この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。 江戸川乱歩賞や横溝聖賞、大漁物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google グ Podcast グ、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。えー、というところで、えー、今日の鈴木喜一郎作家に聞き、そんなところでではではでは失礼します。